どうも、241です。はい、今回はバスケ旅第3弾、新州編ということで、少しの地元、はい、僕の地元にやってきました。はい、過去2回は、横浜と宇都宮やったんですけど、どっちも日帰りでやってたので、今回のコンセプトが、今回新州ということで、1泊2日の大人の旅行、1泊2日のプランで、お送りしていこうと思います。まさに旅ですね。旅です。今回は。はい。やっぱ秋の味覚とか、観光地もいっぱいありますね、長野は。その辺もお伝えしながら、楽しく見ていただければなと思います。お願いします。お願いします。ということで、今回、スペシャルゲストを呼んでおります。誰？この方です。どうぞ。はい。おー。ゆりさんです。いつもありがとうございます。お願いします。紹介してもらえなくてずっとしゃがんでた足プルプルしてたずっとすいません今回はエリさんも交えてスペシャル編ということでブレイブ対決ですからね、そうですね、3人でお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今外8度ということで、コートもなしでよく外に行きましょうって言いますよね出て息白いの気づいてます確かにめっちゃ寒いからな。めちゃくちゃ寒い中でやってます。高いラーメン食べたいなこの3人で今回お送りしていきます。はい、よろしくお願いします。今回泊まったのがカニアムのホテル、っていうとこだったんだけど、ホワイトリングから車で 3,40 分そんなもんやなぐらいだもん、で、戸倉カニアムだっていう温泉街で、今僕もともとミニバスの時に戸倉カニアムっていうチームに所属してて、すごい昔からね、すごい馴染みはあるんですけど、温泉がすごい気持ちよくてね、あそこはね。結構硫黄の匂いが街中漂ってるような。そうね。露天風呂もあって、内風呂もあって、家族で貸し切れるお風呂とかもあってね。そうやな。入ってないけど。すごいゆっくりできるところだよね。あと女性のお風呂にはなんと、バラが入ってる、バラがね、増加っていう。増加なんですけど。すごいね、癒される感じの温泉だったよね。夜ご飯もね、すごい豪華で、信州牛のすき焼きとか、お刺身とかね。あと今回、秋だから季節のもの、栗とかかぼちゃとか、見た目も美しいし、食べても美味しいみたいな。あとは何といっても、松茸ご飯がついてて、香りも良くて、そうね。めちゃめちゃ米が美味しかった。米美味しかったね。そうやな。あと盛りだくさんすぎて、かなりお腹いっぱいの。確かに。もう1時間ぐらいかけてね、腹パンパンになって食べられない。そばでお酒とかも空いて、楽しめるとか。そうだね。夜もゆっくり。コンビニも近くにあってね、そうやな。ちょっとなんか足りないところとか、買い行ったりとかできるし。楽しかったですね。楽しかった。で次は朝飯。朝飯なんかも和食と洋食が選べて、僕らは全員和食食べたんですけど、そうだね。和食も結構朝から量多くて、おかゆ食べたり、あと鮭。そうだね。プラスアップルジュースが飲めて。リンゴね、信州有名だからね。美味しかった。ぜひ飲んでほしいです、皆さんに。リンゴすごいやっぱ有名な信州は。で朝も朝ごはん食べた後にお風呂入って、でそこから準備して、お伏せにね、今回行きまして。私、木村恵里がおすすめする長野のお気に入りスポットはここ、栗の町、お伏せです。お伏せってのはすごい栗の名産地ですごい有名なんですけど、もう本当にモンブランスイーツがたくさんあるエリアで、若い女性もいっぱいいたし。すごい人気でしたね。町で栗の町というか、シャトルバスだったりとか、もうとにかく栗の店がどん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 やってて、栗のソフト僕ら食べて、あとモンブランケーキ、美味しかったですね。めちゃめちゃ美味しかった。バスケ見に行く前とは思えないなんかもう正直散歩みたいな絵になっちゃってるからあとはもう買い物できるところがいっぱいあって、栗のどら焼きとか、そうね、羊羹とか、なんかいっぱいあったよな。で今回その泊まった時に GoTo トラベルの地域共通クーポンってのもらえて、みんなで8,000円分ついてきて、あれもすごいですよね。すごい、めっちゃお得だし。お得やった。ただでさ安くなってるのにね、さらにプラスでクーポンまでもらえて、それ使ってお土産も買えたし、すごい良かったですね。旅行行くなら今やんな。間違いないね。季節もちょうどね秋で良かったし、
もう試合の前にもすごい楽しめたというか、うん、一つね楽しみが大きかったですよね。そうやな、うん、まあ、ちょっと俺らの食リポがね、うん、下手すぎて、うん、まあ、ちょっとやっぱりプロのエイさんにやってもらってるから、そうやな、差がちょっとね出ちゃってじゃーん、こちらがモンブランソフトです。いただきます。このモンブランのペーストは新しい今年の新栗のペーストになっているそうです。いただきます。おいしい。ソフトクリームの部分も栗のソフトクリームなんですね。栗のソフトクリームとマロンのペーストで口の中がマロンの甘い香り広がってます。たまんない美味しさ、僕はモンブランを買ってみました。いただきます。うん、上品な甘さで、甘すぎず、これはね、男子でもいけるかなと思います。やっぱ長野といえば栗、うん、栗といえばフランス。そうなの？わからん。うまい。まずコメントが出てこない。出てこない。全然美味しいしか出てこない、うん、美味しいしかないんだもん、ね、うん、感情が。いや、そうやね、もう、うん、純粋に美味しいねんけど、そうそうそう、出てこないね、表現がね、表現がウィリさんとか湧いてきたもんね、うん、完全に。あれはもうやっぱ今までやってきた、うん、培ってきたものがいろいろあるからね。プロの技だよね。プロの技、こんな YouTube で出してもらってるな。プロの技。まあ美味しいことは間違いないんで、うん、美味しいよ、本当に美味しかった、うん、皆さんも食レポして楽しんでください。秋の味覚をね、うん、うん、あ、そこから長野駅に向かいました。長野駅から、まあ、ホワイトリングに向かうんですけど、結構遠くてね、うん、やっぱ長野って車社会なんで、うん、新幹線で来た人にもシャトルバスがね、うん、駅から出てるんで、うん、30分に1本、うん、駅からホワイトリングまで約20分ぐらいですか、ね、そう。僕らはね、今回車で実家カーで来たんですけど、うん、新幹線で来る人にも、まあ、行きやすいというか、ね、うん、シャトルバスがあるんで、うん、シャトルバス逃しても、うん、まあ、タクシーで20分ぐらいで行けるし、そうね、まあ、市営のバスも通ってて、それも大体30分ぐらいで行けるから、うんうんうん、まあ、いろんな行く方法はあると。まあそうですね、うん、でまあ、なんといってもでかいアリーナが、うん、もう B リーグダントツぐらいの大きさで、もともと長野オリンピックで使ってたアリーナだから、うん、本当に作りもすごいし目立つでしょうね、うん、なるほど。見た目がもう玉ねぎみたいな巨大なドームがあって、そうそうそう、初めて行ったけど、うん、めちゃくちゃびっくりした、初見、ね、びっくりしたでしょ。びっくりした。まあ県民はさ、みんな慣れてるからあれだけど、 なるほど、まあ、あそこで大きな大会とかも行われたりする。あ、都市は最後いつ行ったの？あれは高校生だね。あ、久しぶりに行ったけど、うん、やっぱでかいなって。あ、でもあそこはマックスで6000人以上入るっていうすごい大きな箱なんで、まあ、今このコロナ禍半分になっちゃってますけど、それでもやっぱあのね、アリーナの感じがすごい圧倒されますよね。うん、まあ、あとグルメコーナー、うん、まずあのアリーナの外にあって、まあ、中にもあるんですけど、まあ、今回僕らが食べたのがカナダ発のポテト、うん、プーティンっていうポテトなんですけど、うん、初めて聞いたね、うん、知らなかったですけど、うん、まあ、結構 SNS で話題になってて、うん、ウォリメシっていうタグで、おー、その新種ブレーボーキャスがやってるんですけど、もう頻繁に登場する、うん、美味しそうだなともすごい思ってて、うん、今回やっと食べられて、うん、ちょっとわんぱくすぎて、あのソーセージプーティンっていうプラスでつけちゃったんですけど、うん、美味しかったですね、あれめちゃくちゃ美味しかった、うん、美味しいです。終わり。グレービーソースがチーズと絡まって、モッツァレラチーズだそうです。ソーセージパリッと落としましたね。わかりますかね、このすごいジューシーで中にチーズが入ってて、さらにチーズ、うん、最高です。チーズは女の子も好きですから。あとはまあウォリアーズ公式のクラブが出してるホットドッグね、うん、なんかすごいアメリカンだね、うん、もうザシンプルな、そう、ピクルスとマスタードとケチャップだけっていうね、うん、すごい美味しかったよね。美味しかった、うん、であとは僕なんかチョコマントっていう、うん、まあ、お団子食べたんですけど、スイーツね、スイーツ、うん、美味しかった、美味しかった、チョコがもう全部にかかってあって、うん、団子の上に、うん、
甘くて、うん、お口直しにちょうどよかった。なるほどね、うん、ホットドッグからね、そうチョコマン、うん、私はこのコーヒーをいただきたいんですが、普通のコーヒーじゃないんです。地元上田でコーヒー豆を毎朝深入り焙煎していらっしゃる信州コーヒーさんのシナノジブレンド、名前からしてね、飲まなきゃいられないということでいただきます。すごく優雅な気分で試合が見られそうです。スイーツ欲しい。まあ、毎回ね、だいたい1アリーナ1グルメ紹介するんですけど、今度3つ紹介するっていう、うん、スペシャル版なんで。そうやな、秋の大スペシャル皆さんぜひね、これ食べてほしいですね。そうやな、うんうん、あと食べられなかったね、栗ご飯とかもあったりして、あ、おやきとかもあったもんね。そう、うん、そういう長野の味覚もね、うん、ぜひ食べてほしいですね、うん、でもアリーナの1階にはグッズコーナーもあって、うん、結構いろんな選手のグッズが充実してて、まあ、僕今回買ったのがね、うん、ヤンホルダー、ヤンホルダー、ヤンジェミニホルダー、うん、ジェミニの、うん、買っちゃいましたね、ついに、うん、これ可愛いのもあるし、うん、ね、どこにでもつけられるように、うん、試合実際見てどうでした？まあ、今回も僕らすごい運が良くて、うん、まあ、信州最初ね、シーズン序盤はすごいみんな怪我だったりとか、うん、離脱してる選手が多くて、うん、なかなか揃ってなかったんですけど、僕ら行く時にはウェイン・マーシャルも戻ってきて、うん、あとね、ヤン・ジェミも合流したし、うん、三井選手も入ってきて、まあ、マクヘンリーもフル稼働で、フル稼働で、うん、で、なんと川崎を倒すという、いやあれはびっくりした大一戦ね、うん、勝っちゃったみたいなね、うん、最後までね、うん、粘り粘って、あのディフェンスね、うん、66点に抑えるって、あの川崎をやっと B2 のそう、ね、ディフェンス強かった時に実力が出たというか、実力はまあ本来あるチームだし、うん、それがなかなかね、こうピースが揃わなくて発揮できなかったけど、本当に潜在能力が高いなというか、うん、あとやっぱ信州といえばやっぱりスリーポイントね、うん、ロスター全員打てるんじゃねえかっていうぐらいの、本当にみんながみんな入ってたもんね、うん、あの試合に関して勝久マイケルヘッドコーチも、うん、みんなスリーポイント打てて、うん、ディフェンスをしっかり遂行するっていうチームを作ってるから、作り上げてるよね、うん、それがちゃんとな、もうゲームプラン通りにね、うん、発揮されてましたね、うん、やっぱり個人的に言うとヤン・ジェミニ選手がね、将来性があって、うん、身長もね2メートルあるし、うん、あれだけクイックネスあって、うん、まあ、シュートも打てるしディフェンスもできるっていう、本当万能だなと思って改めて。そうやな、うん、あの大きさであの速さで走れるのって、うん、おらんよな、なかなかね、うん、1番から5番まで守ってるシーンもあったし、本当になんかディフェンスのキーマンになりそうだなって感じしましたね、うん、あとは都市の後輩三井、地元はどうでした？まあ、僕がね、うん、あの中学の時に最後の大会で当たって、うん、まあ、負けた相手なんですけどボコられた、ボコられて泣いたんですけどやっぱね、彼の存在もでかいですよね、うん、ディフェンスもできるし、スリーポイントも打てるし、うん、まあ、長野県の生え抜き選手なので、うん、長野を盛り上げるためにね、今後も黙っててほしいなと思いますけどね、うん、はい、じゃあ今回はバスケ旅スペシャルバージョンをお送りしました、はい、うん、これ初めて1泊2日でね、うん、まあ、ほぼほぼ温泉ロケみたいな感じでやってみたんですけど、まあ、楽しかったですよね、うん、やっぱ長野っていうか自然もあって観光もできてっていう場所だから、うん、すごいみんなにお勧めしたい場所、やっぱね、うん、魅力ある都道府県ランキング8位なんだから中途半端高いからねまあ確かに高いよ、めちゃくちゃ。確かに8位は、うん、福岡とかより上だから、まあやっぱりあんま東京東京っていうのは良くないけど、うん、都内からもすごい近いし、うん、で天気も結構いいんで、やっぱり長野はずっと、うん、本当に観光しやすい場所だなと思うんで、うん、もうぜひ皆さんバスケの際には、はい、観光しながらね、温泉も寄ったりして、このバスケ旅をまあ再現してもらったりとかしてほしいなと思いますね、うん、まあ、これはあくまで希望ですと、うん、まあ、また今後もどんどんいろんな全国各地のアリーナ観光名所を回ってバスケ旅をお届けしていくんで、皆さんまた見てください、はい、よろしくお願いします。
night, overcoming obstacles is the objective in life.最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。